サーラダーデイビーサーラダーデイビーと、ラーマクリシュナの後継者ビベイカーナンダの弟子である、アイルランド人女性シスターニベイディターサーラダーデイビーは、インドの宗教家。19世紀ベンガルに生まれた、宗教家ラーマクリシュナの形式上の妻であり、夫の死後、聖母として、宗教的な活動を行うようになった。ラーマクリシュナの死後、宗教団体ラーマクリシュナミッションでは、 夫と共に、数形の対象になっている。1853年に、西ベンガルのジャイラムバティのバラモン階級の家に生まれた。ラーマクリシュナは、1856年に保護者である、兄を亡くすと、食事も睡眠もあまり取らなくなり、カーリー女神との母子のような関係、神秘体験に没頭し、周囲からは狂気に陥ったと思われるようになった。母親が彼を故郷に連れ帰り、 いくらか回復すると彼の状態の安定を願って23歳のラーマクリシュナを5歳の幼女サーラダーデイビーと結婚させた。1859年に正式に結婚したが幼い彼女が妻として十分な年になるまで両親の元に泊まり18歳で夫の住むコルカタにほど近いダクシネーシュワルのカーリー寺院に移った。ラーマクリシュナは家庭の妻であれ、 娼婦であれ、性的な存在としての女性に強い嫌悪を抱いており、彼自身は、女装をしたり、女性のような振る舞いをすることもあった。ラーマクリシュナとサーラダデイビーには、少なくとも性的な関係はなかったと考えられており、ラーマクリシュナの弟子による、原稿録、コタムリトには、諸女妻と書かれているラーマクリシュナ死後のラーマクリシュナミッションでは、夫婦が共に霊的指導者として、 尊敬を集めているが、ラーマ・クリシュナゾン・明治の二人は、関連施設に並べて飾られた、肖像画から想像されるような、一般的な意味での仲睦まじい夫婦であったわけでは、ない。彼女は、夫とその取り巻きの少年、青年たちのために、台所の片隅で家事をして暮らした。ラーマ・クリシュナとサーラダ・デビーの像ラーマ・クリシュナ、ミッション、日本支部である日本ベダアンタ教会は、 ラーマクリシュナは、生前、若きサーラダーデイビーに宗教と哲学、他のグルたちから学んだことを教えて導いたとしており、コタムリトには、聖母は、聖者のような彼女の夫によって自分に示された、純粋かつ虫の愛の理念に魅惑された。彼女は、自分の意志た場として、彼を礼拝し、彼の行動に習って、自分の人格を開発することに満足したと、書かれている。また、 ラーマ・クリシュナは、彼女を、自分の母親、または、母親のように思ったという。日本ベイダンタ教会は、ラーマ・クリシュナは死去する前に、弟子たちにサーラダー・デイビーを彼らの母、人類全体の母であるかのように思わせたと述べている。夫の死後、聖母として、宗教的な活動をはじめ、ラーマ・クリシュナミッションでは、夫と共に通敬されるようになった。日本ベダンタ教会は、 彼女は素朴な女性であると同時に真の聖者であり、宇宙的母性で老若男女を引きつけたと述べている。ウスダ2000、P208、ABC ウスダ2000、ピアニッシも208から209、AB バーゲット、富沢奏役2009、P242、ウスダ2000、ピアニッシも209から211、AB ラーマクリシュナの生涯10、 妻の中に神聖を生み出す日本ベイダーアンタ協会、AB 薄田2000、ピアニッシモ、208から210、ABC シュリサーラダーデイビの生涯日本、ベイダーアンタ協会、ありがとうございます。